はいどうもお疲れ様です。 FX オリギャラヒの皆様、そして速稼塾限定動画をご覧の皆様、最後の相場解説になります。もうすぐ今年の市場も終わっていくんですけども、まあ何点かね、どうしても来年のことですから、持ち越して覚えておいていただきたいことを強く今回も申し上げていこうと思います。今見ていただいているのが日足デイリーなんですが、デイリーでね、気になるところっていうのは、今まさにこういう風な値動きをしていて、ダブルボトムが安値圏でできているっていう風に見えるんですよね。と同時にここを突き破って N 字を書くような前兆とも言えます。だからバイとセル、どちらに行くべきか、今ものすごくね、多くの投資家さんが注目しているところなのは私たちも変わらないですよね。これが分かった上で現在の日足見てくれてますかね。で4時間の方を見ていきますよ。4時間の方はこれをさらに詳しくなってるわけですけども、全体的な流れが下落に向かう中で、セカンダリートレンドといって一方向に上昇する流れがありました。それも解消されて、今はこちらの方向、セカンダリートレンドが終わった方向に向かってるわけなんですが、そこで出てきたのがこのネックラインを作るダブルボトムですね。でこれがダブルボトムで上に跳ねる可能性ももちろんありますが、 N 字を書いてこの下落の勢い、トレンドの方向に向かう公算が高いです。ですんでセルでエントリーすることには、これね、センスの良さを感じますけど、皆さんはどうですかね。はい、じゃあ日足の方を見ていきます。じゃあ1時間足ですよね。1時間足を見ていくと、下落の流れがボーンと進んでますけども、もともとは上昇していって、このレンジオプションの中に入ったわけですよね。でこのレンジオプションは半年前から使ってる価格2つが未だに使えてるものなんですけども、ここでエントリー入るとずっと利益を伸ばして、ここで利確ができちゃったりするわけなんですよ。でここでの利確を逃した人でも、もう一回来てますからね。ここに当たって、まさに134の544に当たって、ここでまた下落に向かってるわけですよね。でこれがきっかけとなって、まあ、ダブル天井、二点天井と言ってもいいんですけども、これがきっかけとなって大きな下落を始めちゃったよと。でここでちょっと躊躇したような感じがありましたけども、結局抜けて N 字を書いて、さらにこのような形でヒゲ先 N 字を書いて、さらにもう一回 N 字を書こうとしている。つまりこれは下落の典型的なパターンです。ずっとこういうふうにね、ギザギザしながら落ちていくやつですよ。典型的ですよ。だからここも下の方に向かうんではないかなと、高い確率でそう思います。日足で下に向かって、4時間で下に向かって、1時間も下に向かっていて、フラクタル図形をここで作ってるわけですからね。取りも直さずですけども、この形っていうのは日足でも出てましたよね。今回こう N 字を書いて上に跳ねるのか、ダブルボトムと捉えるのか、 N 字を書いて下の方に行くと捉えるのかっていう風な形です。はい、じゃあ今ね、3分ほどお話しましたけども、こういう解説ができるようになってましたでしょうか、この半年間っていうことなんですよ。ね、この解説、今まで繰り返し繰り返し、別の場面でも何回も出てきていますんで、チャートを見た時にね、こういうふうな解説ができるように、つまりは人に説明できるレベルで理解していれば、もう、あなたは FX のプロトレーダーとして、それで生計が立てれるようになっていると思います。少なくとも副業として、副収入として、3万5万毎月 FX から得ることができる。で、逆言うと、これができない人が大半だってことなんですよ。じゃあ、2023年は、ぜひね、解説のできる FX プレイヤーとして、鍛錬していきましょう。私も精一杯やらせてもらいます。じゃあ、今年の相場解説以上です。良いお年をお過ごしください。次回の放送は3日からになります。